ザスターボーリングは、1983年9月3日から1998年12月18日まで、テレビ東京で放送された、ゲームバラエティ番組である。毎回日本を代表する、トッププロボーリング選手たちが出演していた番組で、ジャパンオープンや全日本プロ選手権など、ボーリング大会の TV 決勝の模様、レギュラー放送では、プロ同士によるシングルス戦や、 芸能人のボーリング愛好家やアイドルなどとコンビを組んでのチーム戦も行われていた。特にチーム戦では優勝したチームには当時の東亜国内航空提供の国内各地の往復航空券をかけたチャレンジゲームも行われていた。途中、解説役の矢島淳一によるジャンプアップボーリングのコーナーが行われるようになった。また、中本工事士会期からは ストライクだよ全員集合が最初のコーナーになった。同コーナーではパネルゲームでボーリングピン数条件をクリアしないと商品がもらえなかった。観覧者は収録現場のボーリング場にたまたま居合わせた一般客で彼らを集めて収録を行っていた。番組アシスタントには毎年選ばれるボーリング協会選定のミスボーリングおよび準ミスがついており、 試合時のスコア記録、商品需要などを1年間担当していた。この番組終了後は週1回で放送されるボーリング番組は放送されていなかったが2006年からはボーリング革命 P リーグが放送されている。いずれもテレビ東京の時間帯とするバンハンネット局も含む一部の放送局については30分に編集されたものを放送。AB 読売新聞1983年9月3日付長官、テレビ欄。AB、読売新聞1998年12月18日付長官、テレビ欄。読売新聞1983年9月から1998年12月、テレビ欄。北海道新聞1991年10月から1999年2月、テレビ欄。 富山新聞1981年11月2日付、テレビ欄、北日本新聞1987年5月24日付長官、テレビ欄、北日本新聞1995年2月23日付長官、テレビ欄、北国新聞1986年7月4日付長官テレビ欄、長野放送20年の歩み 175p より、ありがとうございます。